ともとは男子に試合がないので、なんかやってあげようっていうのが、まあ、思ってたんで、また、試合なんで、試合なんで。まあ、皆さん、試合ないのか、試合ないのか、集まって、試合の感覚で、自分を発見してもらって、ちゃんだと必ず一人入ってると思うんで、まあ、いい思い出というか、試合、僕ね、プロは一応試合ですから、真剣の中でプロに教えられることもあるので、楽しんで、よろしくお願いします。そういうのいっぱいありますから。あともう一個だけ話していい。これ使えるから。まだ葛西に住んでる時に、葛西にビクトリアゴルフができたんですよ。で、あ、ビクトリアゴルフできたっつって。日曜日だった。短パン、T シャツ。よーしっつって。クラブ見てた。ああ、これいいなと思ったら。まあまあ当然店員寄ってきます、ね。店員スカスカスカって。うわ、なんかまあいいやと思う。でももう賞金は1回になって、あとですよ。いや、1回になってないか。まあまあ優勝した後ぐらい寄ってきて。はあ、もうすげえな。なんか他のクラブ、その時ダンロップと契約したから、他のって見れないでしょ。で見てたら、女子の店員がやってきて、バーって話して、あの、ハンディどれぐらいなんですかまあまあまあ、しょうがないですよね。ああ、まあまあ、これぐらい。はい。これ上級者用なんですけど、ハンディやっぱりこう5以下の人が見るクラブなんでお上手なんですねみたいなことを女子 A が言ってきたんですよ。はあ、そうっすか、はい、なんつったら、私横峯に桜にめっちゃ10人中9人に言われるんですけど似てますかって言うんですよ。パッてよく見たらすごい似てる。うわ、似て本当ですねなんつったら、いやもうお客様片山プロに似てるって言われないでしょ。もうそれもそれが生まれて初めての恥ずかしい、そういうゴルフショップの恥ずかしい出来事だった。似てませんかって言われたから、いやこれで僕が本人ですって言ったらその子のこと傷つけちゃうから、あ、最近ちょっと言われるようになったんですよって言ったら、いやめちゃくちゃ似てますよって言うんですよ。どこの人？葛西のビクトリアゴルフ。葛西、はい。ありましたね。そういうのないですか？いや、あるよ。ラウンド中にキャディさんに、ちょうどプロみたいだねって言われる時あるよ、今の回も。やっぱそうですよね。キャディさん、俺目指そうかなって言うと、目指したらって言われるからね、俺、片山さんサインくださいって言われたことあるけど。あ、それはしょっちゅう、僕、倉本さんサインくださいって言われたことがある。あ、そう。はい。全然ある。それはやっぱりある。はい。もっと面白い話です。俺、レイさんの星野さん、中島さんサインくださいって言って、あ、やべ、星野さんだったと思って。すっげえ間違えちゃった時だった。まだつい4年ぐらい前です。
お願いします。いや、さすがにありがとうございました。やっぱりレギュラーのやってる方の実力をまざまざと見せていただきまして、はい、非常にやっぱり男子プロっていうのはすごいなと思いました。で、試合がない中でもちゃんと皆さん練習をして、いつ試合があってもおかしくないスコアで回ってこられたので、改めて男子プロすごいというところをまざまざと見せていただきました。と言っても僕も一応プロゴルファーなんですけど、はい、ありがとうございました。まあ、若手がこうやって喜んでやってる大会があるっていうのはとてもいいことなので、全国各地でみんなで集まって、コロナだけどもソーシャルとか守ってやればいいと思いますよ。お疲れ様です。今回このコロナで男子ツアーがない中、みんな男子プロが厳しい中、この試合を開催してもらって、最近ちょっとあれですね、試合がなかったんでちょっとたるんでたところがあったんで、ちょっと引き締まった気がして、まあスコアは良くなかったんですけど、ちょっとまた次回に向けて、はい、ちょっと練習に励みたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様でした。今回このこういう状況の中で、やっぱ試合とかも全然ないので、そういう試合感を味わえる感じに、まあ、やっていただいたことに感謝してます。まあ、あと僕なんてこうすごい人たちばっかなんで、こう回るだけでも結構勉強になりますし、そういう面でも本当にいい2日間でした。ありがとうございました。今回こういうコロナの状況の中、試合がなく、まあ、慎吾さんたちの力でこうやって、まあ、ツアーを開いてもらって、まあ、本当に普段できないようなことも今回できましたし、まあ、これが本当に今後どん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 続いていけば、まあ、本当に僕とかじゃなくてももっと違う、まあ、本当いろんなプロゴルファーが本当助けられるんじゃないかなっていうのもありますし、今後に生かしていけるんじゃないかなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今回試合のない中で久田社長との取材していただいて、試合を作っていただいて、で、そうですね、収入がない中、試合もできて、で、ピリッとした緊張感の中できるんで、とてもありがたく思ってます。はい、はい、とっても楽しい2日間でした。ありがとうございます。片山慎吾カップ、片山慎吾インビテーションですか。持つべきものは素晴らしい後輩だと思いました。やっぱりね、こうやって試合っぽくやってもらえると、こういろいろ普段発見できないようなことを発見できるんで、非常にありがたかったです。また来年もよろしくお願いします。僕はその先週の試合に慎吾さんの一声で、まあ、声をかけていただいて、まあ、こういうのがあるよと、まあ、ちょっと遠いけどどうだ長野からはみたいな話だったんですけど、まあ、この男子の、まあまあ、ドンではないですけど、まあ、慎吾さんみんな好きで、まあ、慎吾さんの一声で、まあ、僕も全然集まるし、まあ、その今このコロナの中で試合がない状況の中で、まあ、慎吾さんのこう一声で、まあ、このような2日間試合をこう数回、ね、にわたってこうやって開催していただけることに、まあ、本当にこう慎吾さんはじめ皆さんのね、慎吾さんの周りの方に本当にこう感謝しなきゃいけないなと思いますし、でなかなかこう試合感っていう部分には試合がなければその試合感っていうのは得られないので、まあ、こういうイベント、そして慎吾さんのファンの方々と交流するこの2日間、僕は非常に楽しくて、おかげでいいゴルフできました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。